これもう始まってますかね始まってんじゃんライブ始まってますかね、うん、あ始まったじゃあ始めていきますかはいえー、こんばんはこんばんはえー、今回は第2回の「それって使命感」ですか、まあ、だいぶ伸びてしまったんですけど今日はえー、林良平 監督に来ていたただきましたよろしくお願いします。よろししくお願いします前回はじ、はい、初めてやった時に、ちょっとこの、このコーナー何っていう説明を省いてしまったんで、うん、軽くもう一回、ここでちょっと説明させてもらうんですけど、うん、まあ、なんか僕個人的に、あのー、そのサッカー選手、まあ、サッカー選手じゃなくても、何かこう、使命感を抱いて、やっている人の、 なんだろうな、そのパワーとか、その現体験的なところにすごい興味があって、うん、なんか、そうですね、そういったものを抱いてそうな人にいろいろ深く聞いて、そこから、そうですね、いろいろと吸収していきたいなっていうのがあって、まあ、本当僕個人的に聞きたい人にどんどん聞いていくみたいな感じで、今回はやっていこうかなって思う中で、はい、えー、林良平君、はい、よろしくお願いします。お願いします。 な中ありがとうございますよ。いえいや,いや,いや大丈夫です。忙しくないですか大丈夫ですかまあ、いつも通りって感じ。いつも通り。うん、監督もやって。半年いやもう半年。いや半年以上経ったよだっても、う九月じゃん。ん二月ぐらいからだから。ああ、そうっすね七か月ちょっと、と。まあ,あ、とは。まあ、解説とかね、最近は。まあ。 いや、めちゃくちゃ多方面で活躍してますよね、マジで。コミアス・アーセナルがあの3連敗から俺が2連勝したんで。いや、それめっちゃ言うじゃないですか。<laughs> <laughs> でのアーセナルサポーターですよねって結構聞かれんのよツイッターとかでも。なんでですかでだからやっぱりアーセナルのことをしゃべると、やっぱりサポーターの方は俺結構やっぱりサッカー大好きだからさ。 はい、もうめちゃくちゃ情報量すごいやん。だから、あのー、普通、好きなサポーターが好きな知ってるところまで全部知っちゃってるから。ああ、なるほどね。そうだから、この人サポーターなんじゃないかなっていうのは<あ>結構思われちゃうんだけどああ。だから、ガナーズファンからしたら、同志<う>だなってこう思われるわけですよね。その知識を言うと。そうでも別に。 決してねそういうことではないんで。ではなくて、もうまんべんなくいろんなチームの知識をね。そう。さっきですて、本も出版しちゃって。すすみません、俺もらったのにまだ全然読んでないんですよ。おいいじゃあずっと読みたいって思ってて。あ、そうないよマジでいや、マジですよ。ずっと読みたいって思ってて。 温めてるとろあります。いざっていう時、に、そういう感じじゃない。読まないパターン <laughs> いや,いやそんなことないです。だって、まあ最初のキャンプとかに持ってくやつじゃん、あれって、大体。えキャンプに持ってくのを忘れたんですよね。すいません。ない, <laughs> いや、でも,もう、もう、最近、ちょっとね、海外サッカーも結構見てるんで、ほんとか本当です。ちょっと勉強してるんで。どこ,どこ見てんの最近は、そうですね。 マイユーてかクリオナが毎ユ行ってからユー見てます。あじゃあ何ウエストハム戦見たの昨日。ウエストハム戦は前半は見ました、今日。今日見たの昨日見た今日見ました。今日、今日をちょっと見ましたけどクリオナの,の点取るまでの。な、うんで点取れてんのっていうところは見て。大事だね。大事だ。まあちょっとそれちゃったんですけど、話は。はいはい そうなんですよ。では、今回はまあ、良平くんに、いろいろ、まず、まあ、さっき言ったように、自分でもこう、自負しているように、サッカー好きじゃないですか、めちゃくちゃ。はい。で、もう本当にそれはもうみんな知ってますし、で、そっから、選手を、えー、12年間、12年間,ね、12年間やって、それからもう、すぐ、東京大学、足利修級部、監督に、 まあ就任されたわけですけど。うん、なんかこう、サッカーをここまで、なんだろう、ピアになんか好きで、うん、仕事、サッカーが仕事なんだけど、でもなんかその、仕事感っていうより本当に純粋にサッカー好きで、ずっとサッカーを終えてる人って、俺サッカー選手の中で結構少数派だなって自分の中で思ってるんですよ。うん、まあもちろんみんなサッカー好きではあるんですけど、 なんかどこかやっぱこうオフ、例えばオフだったらちょっとこう、サッカーの試合見ないで、はい、まあ他のこと趣味時間使ったりとか、他のこと考えたりとか、まあ移動の時とかもそうですけど、なんか結構そういう時間の使い方する中で、普通に両くん1日2試合とか海外サッカーとか見るわけじゃないですか。はいはい。なんかそこら辺の、なんかこう、サッカー選手になっても、そのずっと、 なんか変わらない、そのサッカー好きでいれるなんか理由だとか、なんかそういうのちょっと聞いてみたいんですね。で、そ,、うん、そういうのがやっぱ今、監督やるっていう仕事にもつながってるとは思うし、うん、もうずっと好きやったんですか、ちっちゃい時から、ずっとちっち。まあでも、海外サッカーを見、まあでも、小学校の頃からストイコビッチが大好きで。はは <laughs> はいはい、はい よくストイコビッチのあのサッカーマガジンとかに出てるやつを雑誌切り抜いて、はいはい。あの、下敷きの下とかに何か入れたりとかしたり。<laughs> でももうそのぐらいから J リーグとかはずっと見てて、で、海外サッカーを生み出したのは、やっぱり中学校の銀河系のレアル軍団を生み出してから、うん、もうそっからずっと見てるね、海外サッカー。中学2年ぐらいからかな。 あそうなんですね。うん、もうそこからずっとサッカー好きですか一回も嫌いになったりとかなかったですかうん嫌いになったことはないかな。まあでもサッカー選手であるときになんかやっぱりサッカー選手って好きだけじゃやっていけないせ世界じゃん。そうですね。はい、うん。だからそのずっと試合まあもちろん出てる選手もいるけど大半がやっぱりサブであったりとかベンチ外とか過ごしたりするじゃん。うん その時とかはやっぱり結構メンタル的にもこう大変な時期とかもあったけどうんでもサッカーを嫌いになったことはやっぱりないかなずっとああ本当ですか、うん、そういったそのベンチ外だとか試合に出れない日々の中でもなんか今まで通りサッカーをこう見てたというか試合とかもしっかり見せたんですかああそれ,それは全然関係なく 他の試合は普通に見てた、ねうんで、当たり前のようにも朝起きたらもう今でもダゾンだからね。解説 <laughs> 者、解説 <laughs> 者やるこない。解説 <laughs> 者とら関係なくとじゃなくて、まずダゾン。目覚ましテレビでもスッキリでもなくダゾン、ね。まずダゾン、朝ごはん食べながらダゾンみたいない。いやすごいですね。ダゾンの人も絶対喜んでますわ今の話。<laughs> いや、だからそれがすごいんですよね。だからその、僕はですけど、うん、こう、サッカーめっちゃ好きでやってきてましたけど、うん、やっぱこう、サッカーがうまくい,いかないだとか、もう本当に、こう、なんだろうな。僕、中学校の時一回サッカー嫌いになったんですけど、正直。なんかもう、ボールもらうのも怖くなっちゃって、みたいな。うん、実は僕、サイドバックやってて。そうなのあの、はい。 でも、ボール、なんか、もらうのも、ビルドアップの段階でミスっちゃうから、なんか怖くてです、直で失点とかに繋がるじゃないですか。うん、バックラインとかがミスると。そう、だから、なんか、そういった時に、なんか、もう本当にサッカーをするのが嫌になったし、サッカーを見るのもそうだったし、うん、なんか、そういった時もあったけど、まあ、プロになって、で、プロになってからも、こう、サッカーがうまくいかなくなると、 ちょっとこうサッカーから離れたいなみたいなはいななみ休みの日ぐらいちょっと違うことをしたいし、うん、まあ何だったらその,その練習の日のあととかももうサッカーを協力見ないみたいなもうグラウンドだけみたいな、うんうん、でそういうタイプって結構僕の関心的にお多い気がするんですよねいやいや<う>そっちの方が多い,多いよ絶対多いですよね多分絶対多いサッカー選手だと、ね、あんま海外サッカーとか見てないじゃん そうっすよね。J リーグとかは、なんかこう、知り合いがいるから見てるみたいな。うんうん、だけど、海外サッカーとか、まあ、全部、なんかこう勉、まあ、仕事の勉強みたいな感じで見るのはあっても、本当に純粋に好きだから見るみたいなことって。大体、まあ、あれだよね。あのクラブハウスとかで結果とか絶対言うの、あのチャンピオンズリーグのベスト4ぐらいからみんな言い出すよね。 ああそうですね。わ <laughs> かりやすく言うと、そんぐらいからみんな見て、うん、クラブハウスで話すみたいな。うん、でも、良平君はそうじゃないじゃないですか。ずっとサッカーへの愛っていうのは、うん、自分のよし悪し関係なく、うん、ずっとこう、高いところであるわけじゃないですか。うん、それってなんか、自分の中であるっすかなこれ、こうだから、ずっと好きで入れてんなとか。 でも、なんかよく言われるのはだからそのサッカーと離れてこうリフレッシュとかリラックスするのが俺にとってはサッカーを見ることなのね。ああ、うん。だからもうちょっと違うのかもね。サッカーを見てリラックスってことですかそ,そうそうそう。うん、それが俺にとってはなんか休息みたいなもんだから。うんずっとやっ できたことですし、ね、それがサッカーの試合見ることがなんかなんかこうサッカーを見てなんかストレスがたまるとかいう風に見たくないとかそういう感情にならないんでねまずうーんやい,ーいやそれあこういう選手いるんだなっていう風うな思いになるいやそれ結構少数派ですよねやいやなかなかいないねだと思いますようんやっぱ調子 いい時とかにこう試合なんか見てっていうのはやっぱはい、はい、あそういう感じねみたいな感じでこう楽しく見れるんですけどはい、はい、悪い時とかじゃあでも,それも俺もそうよ自分の試合とかは得点取って自分が調子よかったなと思う試合を結構何回も見るけど <laughs> なるほどなるほど、うん、悪かった試合は悪かった試合は別に振り返ったりはあんましない時もあるよそれはうーんワードなんて特にそうじゃん 自分が点決めた試合は結構気持ちよく見れるけど、そうですね、うん。自分が点決めないとか、やっぱあんまいいプレーできなかった時っていうのは、なんかもう次に切り替えるしかないなって、次点取るしかないなっていう思いがの方が強いから、あんま振り返りなくはないかなっていう。うん、うーんなるほどね。うん、いや、面白いですね。うん、なんかそこら辺がやっぱすげえなってめっちゃ思ってたんですよね。うん、うん なんかそのフォワードに対するなんか考え方とかもめちゃくちゃあるじゃないですか結構ゴールに対する何て言うんですかその思いだとか,なんか人一倍強くて俺にもやっぱいろいろ「お前こうしなきゃダメだよ」みたいな感じで <laughs> 言ってくれてたしなんかそこはでも何て言うんですかこうやっぱ好き だけじゃこうやっていけない世界って先ほど言ってましたけど、そこの、本当めちゃくちゃサッカー好きやけど、そことまたこうフォワードをして生きていく、サッカー選手として生きていくのは、ちょっとまた別物みたいな、その自分の中の線引きみたいなのってありました。なんか、そう、でもフォワードとして点を取ることに、うんす全てを注いで、 でそのための、何て言うんですか、試合を見る、勉強をするっていうところもそうですし、うんうん、普通にサッカー、一ファンとしてサッカー見る自分っていうか、それはもう全部一緒みたいな感じでした。そう、だから一緒だね。だからその試合見ながらでも、あの現役中とかは特にフォワードの動き出しとかよく見てたし。うん。だからそれはもうセットにして見てたかな。もちろん、その選手とかも気になるけど、 フォワードのいい動き出しとかあったら、それを止めて、また巻き戻してみたいな。うんそういう見方をしてたかな。だって、うん、俺、点取るフォワードって、やっぱり絶対ね再,再現性あるんだよ。ああ、なるほどね。うん、もう、コンスタントに取れるやつはってことですね。うん、そ,うそうそうそう。逃げた得点とか何回もしてるやつって、やっぱりいるとこにいるし。うんうん、そういう大事な 何か場所というか感覚みたいなところって絶対フォワード必要だからうん、うん、らそういうのは結構追求してたねだからそういうのも今でも結構見てるとあこの選手はこう継続的に点取りそうだなとかすごくわかるし、うん、その動きを見れば大体わかるかわかるんですね、うん、俺はどうすか <laughs> <laughs> ケイマンはまだ足りないよ。まだ足りないですが。言ってんじゃん。俺、お前もっとゴール前にいなきゃダメだよって。そうっすよね。いや、それはずっと言ってますもんね、それは。そういう話もしてるし、この前ヘディングで決めてたけど、嬉しかったんだけど。ヘディングもさ言ったじゃで、町田の時に前で当てろとかさ。そうっすね。なんか基礎練みたいなのやってくれましたもんね。体重を前に乗せるヘディング練習みたいな。そうそう。ヘディングは前で叩くってやつね。そうっすね、そうっすね。 そうですよね。いやでも俺のテーマのことはすごいあの能能力的にはこうすごい評価してるし、も持ってやれるだろうっていうまだ出し切れてないなっていうのは感じまそうですね。いややりますよ。やりますよ。こっからやります。だからそう要はその勝負強さみたいなところも自作。 会ってきたわけじゃんなんか大事なところでそうだ、ね、メモリアルゴールみたいなの結構取ってるイメージだし引退の最終戦でゴール決めたからないやそうっすよね、うん、やっぱそういうのって結局やっぱサッカーに愛されてる人がさそういうのそう,そうそう俺自身はあのそんなめ,めちゃくちゃあの普通に才能はあった選手でもなかったから努力してここまで上がってきたっていう自負はあったから、うんうん あの選手中もだってすげえ何回も挫折しそうになった時あったし、まあ、それは大学の時もあったし、まあ、そういう中ででもサッカーが好きで自分がサッカーのために何ができるかっていうのを本当に考えてそれを考えた上で行動に移せたから、まあ、結局最後の,ー最後のこうホームの最終戦でも最後サッカーの神様が見てくれてたのかなっていうのは。 あるよねいや、あると思いますよ。それは。それは絶対あると思う。やっぱりそのサッカーに対してしっかり向き合って。俺は本当に手抜いてきたことは本当に一度もなかったの練習でも、試合でも。うん、そこはもう自信を持っている。それはだからそのピッチの中だけじゃなくて、ピッチ外でもやっぱサッカーのために全てを捧げてきたっていうのは自分で自負してるから。そこは自信を持ってやってたかな。だから、 うん、まあ、引退の決断も結構ス、スパッとというか。そう,そうそうそう。急に、こう、引退かなってよぎったんですかそう,そうそうそう。そうそう。そうね。それは。あの、あれね、コロナで。はい。<れ>集団期間なんですかそうそう。ああその時に、こう、急に降りてきたんです。あ、今年インクがそう急に降りてきた。考えたことなかったのに降りてきたから、 あじゃあそういうことなのか。いつ、えー、も考えたことなかったから、そんなこと。今まで一回も何歳ぐらいには引退かなとか、そういうのもなく。ああ、いや、でもだから、あの大学卒業して、はいの、10年間プロしたら、まあ本当にプロサッカー選手だなっていうのは自分で、ね。ああ、なるほどなるほど。はい。まあ10年は超えたし。そうそ,うそう年超えてたし。はい。まあそこから別にやれるとこまでやろうっていうのはあんまり考えてなくて。うん,うん。 自分がそういうふうに感じたときにやめ、うん、やめようかなっていうのは、ちょっと頭の中では考えてたか。えー、そうやって急に降りてくるもんなんですね。<laughs> い <laughs> 怖いんですけど、あ、もうあ引退だってじ、<laughs> 俺もそうやって思うときが来るってことですもんね。どうでも、そう来たら、でも、一番す,なんかすっきりというか、うん、なんかその終わった後の、なんか、 もやもや感みたいなのが一番ないですね。そういう感じだったら。あ<ー><や>俺は全然なかったね、うん。なんかその喪失感みたいなのもなかったですかお全然ないね。あ、マジっすか、うん、すごいっすね。全然ない。で、その時に本当に引退決めてからは、まあ、その後が何も決まってない状態だったけど、うん,うん、うん、まあ何かあるだろうっていう、なんかこのサッカーと向き合って12年間しっかり、まあ12年間サッカーしてた時から向き合ってたから、うん、うん まあ何かあるだろうっていう、なんかこう。自信みたいな。そうそう、自信でもないけど、あるだろうっていう思いもあったから。うんうん、まあもう、スパッといけたかな、うんうん。でもなんか、今なって思うのは、そのまた戻りたいなとかいうのはないけど、うん、サッカー選手って本当に素晴らしい職業だなっていうのは、うん、あ感じるよ、本当に。それは引退してから思った,っ思った、ね。そう,そうそう、引退してから。あもちろん、あの、 プレイ、その現役中は、まあその選手やりながら、その試合で活躍して、周りのサポーターとかに応援されてっていうのは、すごい嬉しかったし、感謝してた、ね、余計に今、その引退して、改めてサッカー選手って本当に素晴らしい職業だし、うんうん、なんかその今やってるサッカー選手たちにはすげえ頑張ってほしいなって思う。うん、なんかそれは 結構みんな言いますよね。うん、引退してからその選手っていうありがたみみたいな、うん、サッカー選手っていう仕事やれるありがたみみたいなが、うん、半端ないみたいな。うん、<laughs> なんかそれをまあやりながら実感できるのってなかなかね、うん、まあ、まあまあ、さっき言ったように<れ>、うん、感謝とかあるけど、その本当の素晴らしさみたいなところを心底を感じる瞬間って、うん やっぱ結構やめた後とかに実際に実感するのかなって。うん、そうそう。それはあると思う。<ー>だから本当に現役中にこう自分ができることは100%やっておいた方がいいよっていうのは伝えられるかな。うん。うん、なるほどそれは,俺は本当に自分でその100%やってきたからこそさらに言えるかなっていうのもある。うん。うん、なんか、その引退かなってこう思った時に、 なんかサッカー以外の仕事をつくっていう考えは一切なかったんですかそれは全くない。<laughs> なかったんですね。俺にはもうサッカーしかねえと思ってるから。ああ、マジですか。うん、興味もなかったですかサッカー以外の世界に。いや、ないんだよね、それが。ああ、なるほどね。うん、やっぱりそのサッカーの素晴らしさとか面白さっていうのを周りの人たちに伝えていくっていうのも自分にとっては、それこそし、それが使命感になるのかな。 おマジっすか <laughs> なんかやっぱその自分のその没頭してきたものに対して、うん、そのサッカーに対してのそれをより多くの人に届けたいみたいな、まあ、それこそ解説者でもそうですし、うん、でも監督っていうのはちょっとプレイヤーに近くないですかどうですか実際やってみて全然違う、ね、違うえなんか何て言うんですか いやそのサッカーの仕事の中で、あ<ー>まあサッカー選手、あ<ー>まあ例えばチームの強化部だとか、あ<ー>まあいろんな,なんだろうこの運営とかいろんな仕事があるじゃないですか、サッカー関係つっても。うん、でもどっちかっていうと、<ー>そのピッチレベルでやるっていう意味では、ちょっとこう、うん、なんていうんですか、ゲーム中はちょっと選手の時と同じ感覚になったりしないんですかそういうわけでもなく。全く別ですかうーん、別物だね、監督は。 あそうなんですね。うんうん、なんか。選手の方が楽だよ <laughs> あー、まあそうっすよね。うんだって選手のほうが<っ>だってプレーすればいいんだもん、要は。まあそうっすよね。監督はもっと全体そうね。そう、選手は自分じゃん、やっぱり。うん、もちろんチームプレーではあるけど、自分が何をするかとか。いうって監督はその、うん、もちろん戦術とか練習とか。 もちろん考えるけど、でもやっぱり最後は結,結局人を扱うから、うーんチームのマネージメントっていうのは、俺はすげえもうほぼ十割のうち七七割、八割は占めてんじゃねえかなと思うけど、ああその監督やるんやだって、大事大事なこと,、ね、なことマネージメント、うん、で結局人数がさ部活でも 部活なんか50人とか選手以上にいるわけじゃん。うん、試合に出れんのって結局11人なわけじゃん,、うんうん。そしたら、もちろん試合に出てる選手っていうのは気持ちよくプレーできるかもしれないけど、うん、出てない選手たちをどう扱って、こう、選手たちが頑張ってもらえるような環境を作っていくかっていうのは、すごい監督にとってすごく大事だなっていうのは思う、うん。じゃあもう戦術とか、 よりマネジメントの方がいいやいや,いや,いや戦術はもちろんあた当たり前のに大事だけど、うん、一番大事なのはっていうところやっぱ人と人だからっていうところです,、うん、そこはすごい大り。でも確かに選手やってた時もそうも思いませんでしたでも監督その自分が試合出てない時とかどう声かけてくれるとかさ結構そういうの気にするじゃないですか選手って。うん めちゃめちゃ選手は。は、うん、そういうのはやっぱその選手時代のことをこう意識して結構監督やってる感じですか、うん、してるしてる。それは理解してるから、うんうん。だから特別扱いとかは俺はもう絶対しないし。ああ、なるほどね。だからよく言うね。ピッチでこうプレーで示してくれる選手を俺は使いたいから。みんな頑張ってくれって。だからやっぱり 監督になってもやっぱり監督目線で見てもやっぱり頑張る練習でしっかりトレーニングしてる選手とか、うん、やっぱそういう選手を結局使いたくなるもんねうんもちろん上手い下手とか走れる走れないとかはあるかもしんないけどうん、うん、真面目にトレーニングしてちゃんとしてる選手を使いたいなっていうのは思うよ、ね、なあボボン思う選手やった時 逆にそういった考えにはあんまならなかったですか、その選手目線からして、どっちらかというと、ピッチで、うん、なんていうんですか、練習であんまやれてなくても、試合でやれてるやつがまあ使われて当たり前だろうみたいな、そんな感じじゃなかったですか。あまあまあ、そうだよね、選手時代は結果,をだ結果を出したやつがやっぱり使われるべきだっていうのは思ったし、うん、だけど逆にさ、あのちゃんとやってなくて、結果とか出てないのに、 こいつ出れんのみたいなのだってあるわけじゃん。まあそうっすね、うん。その時にえって思うわけじゃん。確かに。だからそのえはえっていうのはなくしていき,いきたいよね。ああ、マネジメントの中で。あマネジメントの中で。うん、うん。やっぱ結局さ、ね、試合に出てない選手たちがチームと同じ方向性を持って、い、うん、っぱい一緒に戦えるチームっていうのがすげえ、うん、いいチームだし強いチームになるわけじゃん。うん そういうチーム作りをしていきたいよね。お目指す監督はどうですかうん。いやどうだろうでもだから。か元気時代にそのマネジメントの部分ですごい寝るシーンよ。はいはいはい。うん。はすごい厳しかったし、本当に年収でいいプレイしてるやつを使ってたから。あらららしいですね。なんかそれめっちゃ聞いたことあります。で、外人も特別扱いしないし。うん 本当にちゃんと自分がいいプレイしたなっていう週の練習の時には試合とか使ってくれたりしてたからそれすごいっすねそうそうだからそういうね普段の練習からちゃんと見てくれてるとか、うん、そういうマネジメントの部分はすごいネルシーのようにるし色々教わったから自分が経験しながらね<ー>選手としてなるほどね術ととかかはやっぱりロティーノとかねすごい 結構な数の監督とやってきましたもんね。やってきた、やってきた。まああとシ石崎さんとか、うんうん、石崎さんとか、日本で一番 J リーグとかやってんじゃないあ、そうなんですかそうそうそう。うんいや高木、高木さん、奥野さん、相馬さん、うん、西ヶ谷さん、まあ結構みんな。 普通に今でもやってる人多い、ね。そうっすよね。うん、まあ外国人監督もそうだし、日本人監督も。経験して。うんうん、もうずっと、まあ監督。でこう。やっていきたいみたいなってあります。う,ーんうん、絶対監督っていうのはないな。うーん、そうなんですね。うん。まあでも来年永久。 今 b 級まで持ってるから AQ 取りに行こうかなっていうのを持ってるしはい、はい、もちろんチャレンジできんならチャレンジしたいなというふうに思ってるけどでもそういうスカウトとかチームの強化部とかそういうのにもすごい興味あるうーん、うん、なんかこう選手を見る力みたいなとこは俺めちゃくちゃな,なぜか自信あんねんああその見抜くそう見抜く力だからそれがまあ 伸びてくるかどうかとかそういうのを含めてとこ、ね、そう,そうですね大抵結構自分の中では伸びてきてるよ、ね。ああ見てた選手が <laughs> だからあのさっきちょっと話してたけどエスパの差はいはいはいまああれは若くはないけど、まあ、いきなり来た外人じゃん日本にあのそうですねサンタナ選手ねそうそうサンタナ選手そうサンタナ選手見た時にあもうこの選手は点取るなみたいな もう一試合一試合見て分かったってことですよ。試合見て。いやもう30分ぐらい見て分かった。まあ確かにパンチ、パンチ、パンチあるとかじゃないですか、シンプル。い<や> <laughs> 明らかに違うとかじゃなくて。くて普通に細かいところ見ても。うん、も日本人日本人の若手とか。ああ、そういうのうん。だから、ゆるきこうやとか今レッツで活躍してるじゃん。はいはい。山形で一緒にやってたけど。はい。 あ、もう能力はすごいなと思ってたし。あ、そうなんですね。じゃあまあ、スカウトっていうのもすごいやってみたい,いうあ。あ、うん、面白そうだなっていうのスカウトがまあ教科部、うん。まあでも結局自分がやりたいと思ってても話がないいも。まあそうっすね。ご縁があればっていう感じですよね。<う>まあでも、サッカーに携わってことは間違いないっていう感じですよね。それは間違いない。 だって俺絶対誰よりもサッカー好きだ。いや、それがすごいですね。それ言い切るのがマジですごい。それはうそれもう絶対負けない。<laughs> 今も海外サッカーの選手メーカー3つ買って、<laughs> ダゾン見ながらその選手メーカー全部見て。いや、3つ買う必要あります。<laughs> <laughs> それあるんですか ?3 つ買う必要いや。3つ買う必要があんのよ そうワールドサッカーダイジェストのやつと、エルゴラッサと、な、うんか。えぇ、ー。だあれだもん、寝る前の愛読書だもんね、今。ああ、もう寝る前にも読んじゃったそう。そう、寝る前に読みながら寝るの。それで眠なくなったら寝るみたい。<laughs> <laughs> いや、マジで、一生サッカー少年のまま死んでいくみたいな、そのレベルですよね、<laughs> でも。それ。どうなんだろうね。ういや、でもす、いや、すごいと思う。 だその、まあ、ちょっと話戻りますけど、うん、まあその、なんて言うんですか、サッカーを、まだこう、なんていうんですか、日本の中では、まだまだじゃないですか。うんね、やっぱその、文化的には、こう根付いてないっていうか、うん、まあリーグが補足してから、こう、あんま時間経ってないっていうのもありますけど、うん、どうですか、この先、もっとこう、日本とこのサッカーのつながりが、こう、 深くなっていくためには、今のままじゃダメですかねそれとも難しいな、<laughs> それは。<laughs> なんかこう、はい、日本のレベルは上がってるじゃん。そうですね、レベルは。うん、だけど、まあ、世界のレベルも上がってるかな。うん、その差が縮まってるかは正直わからないけど。うんうん、世界のレベルも上がってるし、日本のレベルも上がってる。で、日本の選手も海外とか行って、うん うん、もう今日本代表は海外軍じゃん。そうですね。うん。のもあるし、だからそういう意味では本当にレベル上がってると思うし、でも J リーグも、J リーグ自体も俺本当にレベル上がってると思う。もうなるほど。うん、見てて、ね、面白いし。うんうんうん。うんうん、だけどなんかまだまだ足りない部分はたくさんあるよねっていう部分もあるよね。うんうんうん。なんか、 なんですかまあ、レベル技術とかそのレベル的なところもそうですけど、うん、なんかこうサッカーとその社会とかその文化的なこのつながり<ー>そうそうそこがなんかもっと強くなっていかないと、うん、なんかその本当の意味での,その世界に通用する。 なん,かなんていうんですか、うん、レベルに到達できないんじゃないかなってすごい思うんですけど、うん、そ,その部分とか、両平君とか、海外サッカーとかも実際に見に行ってるじゃないですか、うんうん、その違いとかってやっぱ、めっちゃ感じたんじゃないですか、その J リーグの生の感じと、うん、その海外サッカーの生の感じとか、うん、街とサッカーの感じとか、うん、どうですか。まだ、やっぱサッカーを知ってる人が多いよね、あじゃあその知ってるっていうのは、ただ知ってるじゃなくて、あ<ー>サッカーを、ね、理解してる人が多い。うん うん、こういう状況でこういうプレーをしたらこうなるとかじゃあ試合見ながらみんな周りそのプレイに対して拍手を与えるとか,、うん、だから周りのそのサポーターの目とか見に来てる人の目がやっぱり鋭いから<ー>その一つ一つのリアクションとかもやっぱりかサッカーわかってるなみたいな場所とかでしてくれたりもするじゃな、うんなるほどねでも周りの目は厳しいよ間違いなく うん、だからちょっとしたそのプレーの選択とかも,もう見られてるみたいなってことですよね。そうそうそう、そういうのもあるし、うん、やっぱりまだ J リーグはそういう周りのサポーターとか優しいから、優しいし、メディアとかもどちらかというとなんかいいプレーにフォーカスしがちじゃ。ミスはちょっとあんま書かないみたいな。そそそうそうそうだけど、うん あっちとかはもうバンバン隠し、めっちゃ厳しいじゃん。あ、厳しいで。そうっすよね。そういうイメージありますね。そうそうそう。はい、だからそういうのにもう耐えながら、やっぱり、いいプレーしていくみたいなのが、やっぱり、ちょっとずつ差になっていくのかなっていう、うん、そういう厳しい環境の中でプレーするのと、うんうん、まあ、日本の良さでもあるんだけどね。そうっすよね。まあ、それも良さはあるけど。だけど、それがだから、やっぱり、それはもうサッカーが文化にあっちになってるから、 特にプレミアなんかテレビつけたらサッカーの番組何個もやってたりとかさあ,あもう普通に民放で何個もやってるんですか？民放でバンバンやってるよへえ<ー>サッカーしかほぼやってないよだから別にプレミアリーグだけじゃなくて二部とかさ三部とかあ民え民放でやってるんですか？民放っていうか普通に民放かはわかんないけど <laughs> <笑><笑>まあテレビつけたらやってるってテレビつけたら普通にハイライト流しててれそれに対してなんかこのコメンテーターが話してたりとかうん、うん な街のそう至るところにも結構サッカーを感じるような。うん、そ,うそうそうそう。うん。まあだから日本はやっぱりそういう意味では、ね、最近やらなくなっちゃってるじゃん。まあ、地上波で代表戦とかはやるけど。代表戦もこの間なんかアウェーとか。そう,そうそう、<ん>ダゾ,ーン,、はい、ダゾーンでみたいな。はい。だからそういうところもやっぱあるよね。な難しいよね、そこら辺は。うん そこがそのどんどんこう何て言うんですか自分たちのその狭いサッカー好きの中だけじゃなくてもっとこう全体に行き渡って認知されてこうサッカー本当みんなどっぷり好きになってってでサッカーにめちゃくちゃ詳しい人がもう本当チケットの取り合いじゃないですけどまあプレミアとかいわゆるそうじゃないですかマジで本当に 超好きな人しか入れないというか、まあ、お金ある程度、まあ、お金も高いけどはい、はいで、そういうのが毎試合見に来て入って、で、あの、なんていうんですか、異様な雰囲気っていうか、うん、そういった時代って、この先、どんぐらい先になりそうですか <laughs>。<laughs> どうなんだろうね。生きてる間に見れますかね、同じような光景を。したいよね。まあ、そう良平君はそのさせる側に うん、そうですよね。そうそう,そういうことだ、ね、まあ選手のレベルも上がってきてるからあとはやっぱり指導者のレベルも全体的にやっぱ上げていかないといけないかなっていうのは。うん。絶対それはあるよね。遅れは取ってるよね、間違いなく。そうですね。だからまあ海外行く選手が増えて、うん、でそういった海外経験してきた選手が、まあ、こう指導者とかになって。 もともとワールドワイドにやってきた選手の,その指導っていうのが、またこう育成に生きてきてみたいな、そ,ね、そっちスタンダードになってっていうと、結構先の話になってきそうです、ねうんうん、まあでもやっぱ、徐々に日本も近づいてってる感じっすかいやち、もっと近づけていかないといけない。こっから。うん そのために、良平君は <laughs>。いや、俺ももちろん頑張るけど。うん。うん、サッカーに勉強しながらやな、勉強しながら費やしてそ<う>で、それを、まあ、還元していくじゃないですけど。それそれに関してはもう全然嫌いじゃないし、大好きなことうんうんうん。全然いくらでもできる。うん。 結構、林良平にかかってるってことですよね、日本サッカーに <laughs>。全然かかってね全然かかってないけどい。かかってると思います。はい。いやいやいや、俺自身も頑張ってで。そうっすよね。うん、サッカーをもっと好きになったりこう、いろんな人が興味を持ってくれるように、うん、サッカーを広げていきたいなと思ってる。いや、よろしくお願いします。日本サッカーのために。サッカー最高やん。そうっすね。うん だから林良平みたいな人がこう、増えていくといいですよね。うん、もっともっと。<laughs> もうサッカーやべえ好きっすみたいな、もうオタクみたいな選手がこう、増えてって、やっぱ選手がめちゃくちゃこう、深いところまで話してると、やっぱこう、サポーターとかもあ、あそうなんだみたいな、やっぱ全然違う、影響力も全然違うじゃないですか。ね、そうそうそう、それはなんかでかいなって思って、選手がこう、プレーを解説すると、サポーターとかも、 見るの面白いしあ実際ねあれだもんねやってみないとわからないことっていっぱいあるもんねそうすねそうすね。っすねあの,解説の,いのは確かいか聞いてもそれ選手意外とやってそれは意外と無理だよみたいなもあるし、ね。う,ーんう,ね、うんそうすん。そうそうそう。だから。細かいところをな、うーん。だからまあ今、監督やりながら、解説者も。やりつつ。 日本サッカーをこう盛り上げていくと。よろしくお願いします。お前、お前が盛り上げてくれりゃいいんですそうですね。やべ。そうです。それが一番だはい。プレイヤーがね。いや、もちろん。いや、もうやりますよ。頑張ります。やります、やります。ありがとうございます。そろそろ時間もいい感じなんで、大丈夫かな 全部聞きたいこと聞けたよな。聞けました。どうですか両役もなんか言い残したことないですかいやいや、ないよ、全然。俺はもう、ケイマンに頑張ってほしいなと思,い思ってる頑張ります。ありがとうございます。あとはああ、はい。ジソのメンバーの、小林雄三さんとか、はい。山田博樹まあ山田博樹は明治大で後輩だったんで、 そうですよねあいつも本当にね、はい、あの俺が3年の時に高三で練習え、俺が2年の時かな高三で練習きたね、藤枝東から。はい、めちゃくちゃうまかったねもうそれ今。今でも覚えてるよ。もうめちゃくちゃもう見抜いたその時かも見に抜いたね。<laughs> <laughs> プロになるとな。そう,そうな,る、ね、な,なるし、せ性格も真面目だったし。えー パーソナル的な部分ね。そうそう。で、一回海外行って。はいはい。今はまあジュビロにいるから。まあ、も、はい、っとやってくれるでしょう、はい、あいつも。いやいや、だと思いますよ。まあ、これ聞いてると思うんで、ひろきくんも。はい。<う>いや。ひろくん、ありがとうございました。ありがとうございました。記念すべき、<laughs> もう結構長くなっちゃったんですけど、間が。第2回、それって使命感ですかは。 林良平さんに来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。